ダブルです。大金です。今年最後の5000メートル記録会です。今日はですね、初めての、出場になるんですけども、松戸市長距離記録会というね、大会にやってきました。その大会でですね、最後の今シーズン5000、2人走ります。いや、暑いね。暑いね。ちょっとね、これね、日差しがかなりあのカンカン照りで、なんと20度ぐらいあるらしいです。ありますね。風はでもね、ないです。日差しがさ、痛い。あまあ、記録っていうところではね、なかなか見込めない部分もあるかもしれないんですけど、まあ、この日差しもあるし、まあ、もう8連戦目です。おお、すげえな。そうです。シーズン最後のね、試合8連戦目なんで、タイムのことあんまり考えすぎるとね、良くないと思うんですよ。多分、うまいこといかないことも多いと思うんで、しっかり着順を取っていきたいな。集団について、だからペースが遅くなっても、もう勝負っていうかね。そう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 。別に記録会としては記録の方が大事やけど、今日はレースを楽しむ。うん、そんなね、日にしたいなというふうに思います。毎年14分25とか、から30ぐらいで、先頭は着地していくので、なかなかね1着取るのは難しいかもしれないです。すごく非常にレベルの高い選手もエントリーしているので、1着は取れないかもしれないですけど、まあなんとか10万以内ぐらいでね、ゴールできればいいんじゃないかなというふうに思います。そこを目標にね、頑張っていきたいと思います。もう毎週毎週レース動画出てますけどね、はい、今日で見納めですんでね、はい、最後頑張っていきたいと思います。どうですか。良くもなく悪くもなく、今シーズン何ぼやったっけ、シーズンベスト15分26だっけな。じゃあまあそれはね、最低でも行きたいね。行きたいな。まあ、ちょっと積極的なレースを期待してます。はい、いつも後ろかなんで。そう、いつもとは違うちょっと展開で、普段と違う大金を見せてください。はい、お願いします。お願いします。
Thank you.
きつかった。マジでやばかった。最初はでも良かったよね。ね、最初はすごい上手い展開で、まあね、ちょっと後でまた言うけど、アップの時点でもうね、ダメな感じはしてた。連戦で、まあ、出るって決めた以上ね。正直ちょっとね、動画回ってなかったらやめてたかも。3000ぐらいで。もうダメやなって感じして、まあでもこの後がないんでね、俺はもう。もし来週もう一個なんかね、試合があったら、もしかしたら3000でやめたかもしれんけど。狙うレースは狙うレースで、2、3本に絞って走るって大事やなと思ったわ。じゃあまたちょっと後でエンディング、ゆっくり話します。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れっす。あ、疲れたね。疲れた。いや、僕が15分25ぐらい。僕15分44とか5か、ね、そんなかかったかな。かかったかかった、ね。まあ2人とも最初だけはね、頑張ったよ。一丁前に行ったよ。なんか似たレースしたよね。最初の方飛ばしてさ、で最後の3000でもう死んでいくと。もう消化試合っすね。消化試合やな。終わった後にも言ったけどさ、やっぱ連戦ってダメやね。ダメだね。ちょっと頑張ろうっていう気持ちがやっぱもうないもん、うん、やっぱ1回このシーズンで14分34秒って記録俺出しちゃって、そこにたどり着かなかったらもうあんま意味ないなみたいな、うん、でもう15分もかかる、うん、でも15分5も15分20も一緒やん。一緒ね、自分の中でね、うん、だからそういうね、ちょっと心の弱さが出ましたね。この8連戦を置いてね、分かったことはレースは絞った方がいいです。なんかもうちょっと 俺はだけど、うん、東終わって若干ちょっと気持ち燃え尽きたところあって、まあ、そこからなんとかね、あの奥多摩川崎国際って走ってきたけど、とりあえず応援ありがとうございました。ありがとうございました。また来シーズンもね、はい、トラック出ていくと思いますけど、頑張りたいと思います。頑張ろう。来年はもっと頑張ろう。まあ次の目標はね、また年終わってからね、うん、考えたいと思います。はい、じゃあ応援ありがとうございました。ありがとうございました。来るぞー。うおー。